な。ほらほら。あーすごいすごい。プチプチしてる。こっちこっち。あー本当だ。本当だ。よく拭くんだね。拭くんですよ。ここら辺がちょっと心拍とは違うところだね。なるほど。でも心拍も結構拭くじゃないですか。うん。ではあれこういうとこから拭かないでしょ心拍は。またから拭くのよ。ま、心拍はまたとかそういうとこからだけど。なるほど。だからさっきのやつだって結構拭いてくれよ。多分。全然。すごい量が増えるよね。水やんないで平気か。まだ大丈夫です。昨日と今日で何とか並べたんだよ。暑くてな、外出してるんですよ。そうですよね。これは一体なぜこうなった。これ有名なほら、あの人の木村さんのほら、ここにほら木がこう立ってるやつあって、あれの真似だよ。なるほど、見たことある。こうやったらこう曲がるでしょ。うん、いいんだよそれ。そういうふうにしたいわけ。うん、針金でまっすぐ上向けちゃうよ。ただ今植え付けてあるだけだから。あ、木はなんですか。履歴焼きだ。履歴焼きだ。履歴焼き。あそこの公園のところで取った種で取って。種？そうだよ。種まいたの、ニレケヤキの。ニレケヤキ種取れんだ。うん、取れる。あの公園のところで取ったんだ。あれはね、こうやって作ったんだよ。作ったんだよ、これ。うん。あの、この前にさ、これ中身は卵です。卵？中身は卵。中身は卵？うん。卵の殻の周りだよ。殻、うん、にね、瞬間接着剤をくっつけて。ああ、そんなつけてた。粉をバーっとつけるの。穴開いてるんですか？開いてます一応。白いな。おすごい。白いでしょ。ここら辺ちょっと薄いんだよ。薄いからこうなっちゃってんだよ。本日の動画は玉石鉢でおなじみの一夜の盆栽さんの提供でお送りします。一夜の盆栽さん、ありがとうございます。もう動画始まってますが、はい。原さんの花端から原さんじゃないと、はい、遊びに来た続きです。はい、ご苦労様です。よろしくお願いします。はいはい、どうぞどうぞ。やっと、ね、昨日と今日で並べました。前はね、あのハウスの中全部入ってました、ね、そうですね。ちょっとだいぶ少なくなってるみたいな気がするけど、まあ、すごい量だな。でも結構な量ですね。石突きって皆さん作るじゃないですか。石突き、うん、はい、私の石突きはこういう石突きですよ。完全に石だけです。石だけ。鉢、下に鉢はありません。これも本当、これが本当の石突きだと思うんですよね。うん、これなんかも図書なんだけど、こんな小さくてもね、結構持つんですよ、これで。あと、黒松とか、あとはこういうのとかね。こんな小さくても完全に石だけ。便利なんですよ。これをね、こう、大体これ、身は3つあるんですけど、3つぐらい置いてね、船を1つポンと置いたりするとね、結構船の、あの、海の景色がなんか見えてきて。そうですね。すごくいいんです。今年の修賀展にもしかしたら飾ろうかなと思って。ああ、いいですね。ちょっと人と変わったね、飾り方をしてみようかなと思って考えています。好きな木とかはあるんですか？私はないんです。もう全般？全般。いっぱいあるもんね、いろんな。種類はもう、だから、あの、普通、今日は何が欲しいって買いに行くじゃないですか、意外と、うん、皆さん。私そうじゃないんですよ、うん、行ったとこ勝負でいいものがあれば買ってきちゃう。なるほど。気に入ったものがあれば買ってきちゃうという主義だから、何でもいいんです。木は何が欲しいってのはあんまりないですね。種類増やすとお勉強することもいっぱいになっちゃうから。いやでもそんなにあれしなくても結構大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。全部その木の特徴とかなんかを知らなきゃ盆栽できないってほどのことはないですよ。ですよ ね、ほとんど順次でますからね、うん、水さえやっときゃ大体枯れないんだから。確かに。例えば植え替えでも赤玉が土がいくつで桐生砂がいくつでとかってよくいろいろ理論する人いますけど、はいはい、それがその割合が違ってどのくらいの変化があるってことを、それが変化が分かるような管理ってできないですよね多分、うん、そこまでの細かい管理って、はい、だからまあある程度のところでいいんじゃないですか、楽しめれば。そうですね。私はそんな感じで、はい、もう楽しむのが第一だから。素晴らしい。うん、違うからさ。そう、全部違うんですよ。言った人のうちと同じ環境の人がいるかっていうといないんですよ。なるほど。くだらなすぎて話しなら、あの話。盆栽だけはね、山香ばし。山香ばしだけど、未生だよね。うん、多分未生。珍しいね。これは珍しい。こんなちっちゃいのがあるんだ、ミショの。結構山鳥のやつとか手に入るけど、ミショのこんなちっちゃいのはないな。すごいね。うもう、あ、寄せたのか。そうそう、それで5、6年経ちますよ、多分。そうでしょうね、すごい古いもんね。ほら、細水木。細水木。かわいい。咲いてます。まだいっぱい花がある。すごいね。これこの間何とこれもらって、うん、見た見た。から行ったやつ。もうすぐ植え替えちゃう。
そう。出雲が織ポット。これだけこうなってた。うちはもう全部残りはね、大した形じゃなかったから。いいのだけ持てちゃう。そう。そうパッと見てパッと取る。早いんだ。止める暇がない。それダメだ。止めようとしてたの。これ小商売の取り木です。これ。小商売。取り木できたの？大木でね。大木で取り木。去年取り木したものこれ。第二だったら取り木できます。第二のところを取ったってね。そう、梅もどきだからね、うん、それにしては枝が増えてると思わない？うん、すごく多いね。どうした、うん、この木はね、伸びるまで待ってちゃダメなの。このぐらい伸びたらもうボンボン切っていくの、うん、そうするとどんどん増えるの、うん、それは取り木してる時。いや、取り木してる時も大丈夫だね。強いから。パッパが、うん、もう伸びたら切っちゃう。そうするとここに枝が増える。こんな小さいのでここまで枝ないでしょ。だから、うん、ね、うん、面白いね。いいでしょ。伸びたら切る。柔らかくても切っちゃうんだ。切っちゃう。柔らかいとこ切っても全然平気。あ、そう。でこれがほら、あれですよ。あれか、うん、あれだよ、ほら、うん、今日私がさ、こんなでっかいの植え替えたじゃん。ね、一歳三山ガマズミ、多分。そうなんだ、ガマズミなのこれ。あの男ヨドメだっていう話だったんだけど、実のつき方が、うん、男よどめじゃなくて、これ花芽だもんね、ちょっと風鈴みたいにぶら下がるけど、うんうん、じゃないかって。だってこれこんな大きな鉢入ってさ、うん、俺取り木するって買ってきたやつ、うんうん、残りどうした。明日はもう全然ダメ。枝出ない、うんね、花芽つくでしょ、うん、花芽ついてほら1歳なんだよこれ。うちのすごいもんね、うん、ブワーってついてて、これいいでしょ。でもこれで実がついたら珍しいよ。こんな大きいのこんなでこんなだったやつをうちから買ってどうすんのっつったら、うん、あれになっちゃう。すいません。いや、あれでこれで売るよりこれの方が高いからね。そうでしょうね。全然高いね。何十倍ぐらいするんじゃない。はい。一手間かけるとそうなるのは分かってる。これもいいでしょ。日本カマツカですか。カマツカ。日本じゃないよ。日本じゃないよ。日本カマツカ。日本だよ。カマツカ。なかなかまだ花芽が。カマツカね、やたら出るじゃない。こうやって、うんうん、取んないと花芽の方に行かない。ヤゴヤゴ。あ、面白い。石突きの好調期がある。石突きね、意外とこれ丈夫なんだよ。石突きにするとよく花咲くよこれ。あ、そう。これほら好調期でもこれ、うん、あのほら縁取りのある白い縁取りの、うんうん、あの、あ、そっちのね、白鳥毛の方ですか。これは普通の、ね、そう、これは細かいやつね、紫のやつね。これね、すごいね、いいの。石突きにすると元気で、うん、そう。やってみよう。いっぱい刺してある、うん、これやってみな。こんなちっちゃいのが死ぬことあると思う、うん、石突きにしとくとね、すごい花咲くから。いい石だね。石も選んで買ってんのかな。もちろん。こうなってんだね、これ。もちろん。こんな石ないよ。ないでしょ。ない。こんなでかい箱で、うん、そうそうで、あの時ね、拾っといたの。あー、そっか、うん、私箱で買うからな。いいのだけ抜くんだ、やっぱりな。いくつか抜いといた。今ね、いっぱいあるけど、あの形はないから、もしあれなら、くっつけちゃえばいいんじゃない。そうそう、くっつけちゃえばいい。太い石をくっつけちゃう。なるほど。瞬間接着剤で靴違い、俺なんか。うん、多分、瞬間接着剤。でね、ただくっつけちゃダメだから、そこにね、あの、赤玉の、うん、あの、うんと細かくいいやつをね、パラパラと巻くの。それで、それと一緒にくっつけちゃう。そうするとくっついちゃう。セメントの粉巻くの。あ、それでもいいけどね。これなんか、ほら、これやるとき。これと同じだから。うん、そう、こういうやり方。こういうふうになっちゃうから。これバチバチになっちゃうんだもん、ほら。これは何、赤玉の粉と。赤玉だけ、これ。これは違う。赤玉のみじん粉。別のも入ってる。石の粉入ってる。本当は石の粉が一番いいんだろうけどね。あなたの住宅。杉っ葉だらけの。どうするうちの心拍はさ、はい、葉っぱが全然ほら伸びてないでしょ。確かに。そうですね。これ日当たりの良さですよ。これが日当たり、うん、日当たりと風通し、そんな詰まるんですね、うん、すごい詰まるの。これなんか見てるとすごいよくわかるよ。だから年に何回も詰まない。本当にこうこの一番強いところが伸びてくるから、そこをちょっとつまんじゃえばそれでほとんど終わり。だから日当たりと風通しなんて、なるほど。エザンゴケ綺麗だね、原さん。いいでしょ。うん、いいだね。エザンゴケって最近キラキラ騒いでるけど。これ？この苔ですよ。この苔ね。苔なの？姫エザンゴケっていう苔なんですよ。うん、今紅葉してんの。緑に戻るけど、ね。そうそう。緑に戻る、ね。松の元に生えるとすごい成長するんだよね。ここ風強い。で、これがね、底面給水ね。
底面吸水こうやってやるの。おー、あ、危ないよ流されちゃう水が溜まるんだ。どっから抜けるの。そう、下から抜く。あ、ここに溜まるんだ。そう、水中ポンプで上げてるの。おー、リサイクルできると。そうそうそう、 SDGs。SDGs してますね。これで溜まるんだ。これでね、もう下に落ち始めてるんだけど、出る方が多いから自然に溜まっちゃうの。もう落ちちゃこちゃこちゃこちゃ。あ、でもほら出てきた。 でもね、あの出る方が多いから、ね、溜まるの完全に。あ、そうか、ここ全部一回溜めなきゃいけないですね。そうです、そうです。タイマーはついてるの。タイマー、これ今はタイマー使ってないけど、これがタイマー。タイマーで定期的に水を溜めて排出。これは電気を通すだけね。これ1日14回ぐらいできるんだよ。これ1回溜まって、それで全部抜けるのに何分。30分ぐらいですね。ああ、十分だよね、うん、意外と早く抜けますよ。これだったら便利だな。これだとね、これ誰だって花咲いた時に花に水かけなくていいんですよ。花をだから落とさず。そうです。だから交配させるのに花に水かけなくて済むから。なるほど、比較的いいんですよね。これはもう随分前から使ってますよ。盆栽世界も随分これは取材したからね。そうだね、すごい古いよね、うん、もうこのくらい溜まるとね、ほとんど上までこれ水来るんですよね。このくらい溜まってくるともうほとんど表面張力で上がってくる。家が密集してても水が通る心配ないじゃないですか、はいはいはい、これだったら。なるほど、うん、これはね、だから便利ですよ、比較的。そっちはスプリンクラー。あ、スプリンクラーついてるんだ。これが完成したと少し斜めにするの。ああだのこうだの段つけるのって、うん、前段ついてたじゃん。そう、前はね、ね、こっからこうに流れて、うん、こうになる。その方がね、水の量使わない。前は水道管使ってたから。あ、今はこれだから。あ、それ使ってからいいのか。これだからもう水の量使えないから。あの、水道のない人でも使える。そうそうそう、水道のない人でも循環。ここに水を溜めるだけでいいんだ。そうです、そうです。ここに、そこれを水をたくさん溜めとけばもう絶対こう出して、また溜まったやつを断水した時なんかもう全然大丈夫、ね、関係ない、うん、そう。で、これでもう最近いっぱいになったからこれで止めます。水が引いてくるんだ。それで水が20本か20本ぐらいだったら引けたんじゃない。これのあれはね、下にね、こういうなんていうの、段がある棚なんですよ。これはほら段があるからさ、うん、下に少しぐらい水が溜まっててもね、こういう浮くでしょ、うんうんうん、これは平らなんですよ、うん、こっちは、平ら、うん、だからこっちの平らの方にはね、ちゃんとね、のけたんのあれを。あ、ここにはほら、これだけ上げてんの。そうするとこの上に水溜まんないでしょ。改良、改良があったね。そうそう、結構何回も作ってるからね、改良。うん、皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。です ね、 ですね。これは便利ですよ、本当に。大変そうだけど、頑張ればできそうな感じですか。できますよ。ちっちゃいのだったらできるよね。できる。ホームセンターなんか行くとね、あのこのぐらいのトレーの、うん、穴の間にトレー売ってるんですよ。それに穴開けたっていいんですよ。それであの、これを5つぐらいやりたい人だったら、こういう場所取れなかったらば、それを置いて、うん、あのこの塩ビパイプをやって、そこに1個ずつ穴開けるんですよ。はいはい。それで水そこに出せば、で小さい穴開けた時は大丈夫。やり方はいくらでもあるよね。ベランダでできるか。そうそう、ベランダで水が飛ばないからね。これだとほら、やって出してみる。ちょっと、こう離れます。どのぐらい飛ぶんだろう。まだ1年ぶりでしょ。おお、回らない。回んない。で、360度で、ま、あのテーブルの。へえ。雨が降るよ。うちのは下から出てるよね。上に出て回る。回ってないよ、あれだって。回ってないよ、同じだよ。こんな感じで出る。なるほど。まあ、今はほとんど家にいるからね、あんまり使わないけどね。でもこれで4分ぐらいやるとほとんど大丈夫。うーん、これはもう、それこそ30年、40年使ってるんじゃない、私は。へえ、まあ、1回あると便利ですよね、こういうの。うん、でも仕事してるときはね、やっぱりこれないと仕事にならない。うん、これがあったから、もう50年間もやってこれたんですよ。なるほど。相棒ですね。相棒ですよ、これ。相棒。ただあの、私の仲間でもそうですけども、あのこれが壊れてね、うん、水が出なくて、枯らしたって人は何人かいるんですよ。なるほど。タイマーがね、電池じゃなくて、
線でやってた人は停電しちゃって、ああなるほどね、電気式のやつだとね、あの停電するとね、あの元に戻っちゃうんだね、それからまた回り始めるから時間がずれちゃうんだ、それで枯らした人も結構ね、なるほど、そうなんだ、それでね、車輪灰、車輪灰だよ、車輪灰じゃないよ、車輪灰だよこれ、違うの、車輪灰だよこれ、日本のじゃないか、日本、あのだから台湾かなんかのやつなんで、これ台湾車輪灰か、うん、あっちのね、あったかいところのやつ、葉っぱ違いますね、違う、葉っぱちょっと違う、ね、だって花がよくほら手をつくんで、いい花なんだこれがこれでも、これでもいい木でしょ、うん、いい木だ、うん、ちっちゃくていい、すごい、こういうのを作りたいんだよね、そうですね、味があるね、味があるんですよ、ここがいいんだよね、ここがね、ここが何とも言えない、サイズがいいな、やっぱり、いやこういうのだとさ、もう一度の枝だとか何とかって言わなくても、なんか雰囲気でさ、ね、楽しめればね、それでこのサイズはいいと思ってるんですよ、ポッてしてね、そんなに、そんなにこう決めちゃったらごちゃごちゃしますよね、逆にね、あんまりいい感じしないかもしれない、国分の時にさ、すっごい小さい、なんて小商売って書いてあったんだよ、でも小商売じゃない、小商売には見えないよ、梅本木なんだけだとしたらもうね、すごい身が小さかったの、それでみんな気楽に、あ、これって買った、買ってたのに、眺めてて、こんな小屋も面白いでしょ、ほら小屋らしくて、こっちもセットでやっぱ可愛いんだろうな、そうなんでしょうね、鉢合わせができてるから結構よく、よく見える、これ最新のあれですね、そうそう、あの最新の、うん、みやびっていう、あ、石化ヒノキ、葉っぱがすごい、なんか石化の変わり場みたいなんで、そうそう、多分洋物じゃないかと思って、これの新作っていうか新作っていうか、でもあまり面白い気じゃねえな、こっちの方がいいね、いそっちの方がいい、ね、普通の方がいいよね、石化は石化でいいよ、やっぱりね、あの熊木さんにあったこれですよ、そなれ、そなれ、そなれか、葉っぱ小さいでしょ、ああ、うん、すごいちっちゃいそなれだね、そうだよ、これそなれ、そなれだよ、先っちょが心拍になったやつじゃないの、違う違う違う、へえー、こんなのあったの、でここで取り消しちゃうよ、もちろん、うんうん、分かる、どこですね、分かるけど、ここで、うん、じゃあこれを、これを残して、ね、残してここだよ、そうそうそう、これがそなれだからね、これがそなれでしょ、うん、私そなれ好きだの、ほらほら、ほら猫ほら出てんじゃん、ほらほら、あ、本当だほら、そなれ、そなれ可愛いでしょ、可愛い、そなれ好きなの、どっち前だ、これ前、あ、これ猫出てるよ、もう大丈夫、これ猫出てる、ほら抜けないもん、ほらね、さっきのそなれじゃないみたいに見えたね、これも細かいけど、細かくなっちゃったのかな、いや違う違う、ほら違うな、全然違う、物が違う、これは今刺してるんだよ、これさ、ついてるよ、エクステリアのさ、外に植える、うん、あそこで売ってる洋物のなんかだと思うんだけど、え、分からんよ、それ、俺ゴールドクレストとかみたいな、なんかあれと同じの、何本かあるの、植え込みにこうバーって林みたいにしてるのを見たことがあるから、多分そうだとは、いろいろ見させていただきました、はい、ご苦労様でしたというわけで、鉢もね、この後ちょっとだけあるやつ見せていただこうかなと思いますので、おまけもご覧くださいと、じゃあ原さん、ありがとうございました、はい、ご苦労様でした、ありがとうございました。トンボ？どう？あ、いいな、トンボ。トンボもらおう。これ新しくない？この色。緑にね、ちょっと黄色混ぜた。上にね、緑の上にちょっとね、塗ってみたんだよ。へー、 あんまり緑が緑緑しちゃってさ、あれだから。カニ？なんだ？わ、すごい。カニさん。うわ、これいいじゃん。カニ。このサイズとさ、ほら、うん、カニ。サイズ感がいいの？サイズとカニがいいんだよ。これはいいな。面白いな、これ。オールさんでしょうがないな。なんでよ。また出てきますよ。オールさんでしょうがないな。カニがあるんですか？あ、トンボだ。ほう。ウサギ？ウサギなの、これ。ウサギみたいね。これは？クローバーだ、うん。クローバーだね。トンボいいよ、トンボ。ね、面白いよね。トンボ。これはね、トンボじゃないんだよ。え、違うの？
ミツバチ。ミツバチだった。尻尾が違うでしょ、これ。あ、そっか。どれだ、トンボあってな。これはトンボ。それはトンボだ。これはトンボだ。これもトンボだよ。ミツバチとトンボがいるのか。そうそう。面白い。あ、今回はね、桜失敗したんだよ。あ、そうなんですか。うん、出なかった。ま、ちょっと温度足んなかったみたい。じゃこれ回るの、これ人気ですよね。桜吹雪綺麗ですよね。これがうまく出たらもう最高だよ ね、いいよね。これいいよ。よくできたの。あー結晶、なんか茶色いあれも出てるね。うん、赤も出る。ね、赤いのが なんだ。いいでしょこれ。どうしてこうなった。琥珀湯って これなんか最高だよこれ。あー形もいいな、でも赤く出るの。うん、赤も出る。赤く、うん、あ、これすごい綺麗。いいでしょ。うん、これ自然にこのこういうのが出るんですか。そう。だからあのうまくいくとそう出る。焼いた時のな、あ、ごめん。もしうまそう出ないと、ただ黄色っぽくなっちゃったりしちゃうの。もう溜まってんのがいいじゃん、原さん。うん。あ、これ綺麗だ。何隠してんですか。これ見たくない。まあこれは桜だから。見たくないから。見たくないやつです。これ。いや、これは自分で取っておきたい。そんなには出ないよ、これは。あ、そうなんだ、やっぱり。そんなにね、ヤクタンビテンも出るってんじゃないんだよね。へぇー、うん、すごいね。不思議ですよね、これ。琥珀湯っていうの。琥珀湯っていつものはそばだよね。そう。ちょっと違うもんね。いや、全然違う。これでしょ、これ、うん、これ、これもすごい人気あるけどね、そば湯は。この反転はいいよね、でも本当に。僕の点々が出たことあってさ、東福寺の薬と同じだとか言って、お騒ぎしたことあったけど、2回ぐらい出たけど。